こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙です。地元民好みの、庶民的な、濃厚豚骨ラーメンがいただける、博多長浜ラーメン、風美、原本店です。いつも駐車場がいっぱいだよね。カウンター、テーブル席の他に、小上がりもあって、結構広いお店です。基本の豚骨ラーメンは、670円。替え玉は、130円です。昔ながらの味の、濃厚豚骨だよね。こちらは、豚骨じゃない、和風だしの醤油ラーメンです。豚骨ラーメンと違い、中太のもっちり縮れ麺です。替え玉は、160円。豚骨用の、細麺の替え玉もできます。今回は、頼んだことがない、一品料理をいただきました。野菜炒めの単品、620円。肉、イカゲソ、キクラゲがたっぷり入り、タレ味が濃い、がっつり系の、肉野菜炒めでした。こちらは、半分焼き飯の単品、410円。半分でも、なかなかの量があるね。濃厚豚骨スープを使った、ちゃんぽんも美味しいです。通常のちゃんぽんと、野菜たっぷりちゃんぽん。どっちもいっぱいの、野菜炒めのようだね。画面では違いがわかりにくいですが、野菜たっぷりちゃんぽんともなると、すごい山盛りできますよ。炒め野菜から出る、香ばしく甘い、旨味が加わった、濃厚コラーゲン、豚骨スープ、醤油系のタレも効いていて、後を引きます。どんどん飲んじゃうわー。豚肉や、イカゲソと一緒に、頬張る、シャキシャキ野菜も美味しい。こちらでは、ラーメンより、ちゃんぽんをいただく方が多いです。野菜たっぷりちゃんぽんの方は、ワンタンが、2個入っていますよ。掘っても掘っても、野菜が出てくるから、麺を、引き出すのが大変。麺の大盛りは、プラス、160円です。後半は、紅生姜、辛子高菜などで、味変。ちゃんぽんは、ご飯や、餃子付きの定食もあります。定食の方が、お得だけど、単品の種類も多いよね。基本の豚骨ラーメンは、670円で、替え玉は、130円です。こちらは、ワンタン麺、900円。大きめのワンタン入りです。ネギラーメン、870円。スープが濃いので、ネギ一杯でもスープが負けないわー。味噌ラーメンは醤油ラーメンと違い、豚骨ベースのスープです。めっちゃ豚骨臭い、味噌ラーメンでした。また食べたいです。こちらは、ボリュームがあって、お得なランチメニューです。一番人気なのが、ラーメンと、半分焼き飯のセット、800円。ラーメンと、ふりかけおにぎりのセット、720円。夏は、季節限定の、冷やし中華があります。ちょっと違うバージョンで、中華冷麺。冷やし中華は、酢醤油で、こちらは、ごまだれでした。ごちそうさまでした。とてもお気に入りのラーメン店なのでした。それでは、ご視聴ありがとうございました。